はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、前回私が最初にこの RX02 の開封とファーストインプレッションを出したその日に撮ってるんですけども、あの日はですね、とりあえずもう届いてすぐに、簡単にちゃちゃっと設定して充電してそのまま持ち出してで、外でちょっと撮ってみるっていうぐらいの内容だったんですけど、今日はですね、それに引き続きということで夜のね、夜景の検証とか、あとは暗所撮影をね、ちょっと試してみたいなと思います。で、今回はDJI オズモポケットを一緒に持ってって、で、同じ夜景とかもね、ちょっと撮ってみるシーンとかも、軽く撮ってみようと思いますので、ぜひ、ね、チェックしていただければと思います。では、行っていきます。はい、ということで今日はですね、久しぶりにすすきの方面に行きます。で、一番の目的はですね、この動画を撮るってことももちろんなんですけども、今日は映画を見に行きます。ファイナルスコアっていうね、映画を見に行くんですけども、知ってる方いるかな？プロレス好きの人だったら結構、知ってる人も いると思うんですけども、デイブ・バウティスタっていう人ね、その人が主演の映画を見に行きます。スタジアム版ダイハードみたいなアクション映画ですね。それを見に行くってのが結構目的なんですけども、それを見る前にですね、ご飯を食べてちょっと夜景を撮って、それから映画を見て帰るという感じのスケジュールで行こうかなと思ってます。ちなみに今この時間はまだ夕方の5時ぐらいですけど、結構明るいですよね。この映像についても RX02 で撮ってます。軽くちょっと車載動画的な感じで撮ってる感じですね。ブレとかは思ったほどなくて、結構見やすい映像になってるんじゃないかなと思います。はい、札幌すすきののおなじみの景色ですね。で、今回夜景撮るために来てるんですけど、意外とね、もう5時半ぐらいだとまだまだ明るいんですよね。で、これからちょっとご飯食べてる間に暗くなります。で、暗くなってからオズモポケットとの比較とかをね、やっていこうかなと思います。スープカレーイエロー。まあ、豆乳含まれてないんだ。そっか、ココナッツミルク好きなんだけど結構種類が、チキン野菜カリーが断トツ人気ナンバーワンが書いてる無難なのはこういうのを頼むと一番良さそうな。チキンカリーか、野菜がいらないやつ、確かにね、鶏ささみと基本やつ。これめっちゃダイエットのやつだね、これはこういうとこ来るとトッピングしたくなるんだよね。スープカレー前のゆずらしい、はい、スープカレーですね。色がすごい、思ったより白っぽい。じゃあ、いただきます。食いすぎた。スープカレー、イエローというところに来てきました。あ、ここ菅井ディノスの裏なんだね、完全に裏だったやっと夕暮れっていうか夜になろうとしてる。よし、食いすぎた。めったに入んない、こういうとこにこういうとこに意外と店があるんだよねセイス、なんだこれ全然知らない店がたくさん。あ、ここが山嵐で美味しいんだよね。美味しい。あ、今なら入れるわ。もう今食ってきたから食えないけど。今なら入れるわ。意外と今あって、もう6時40分。結構飯時なのに空いてるね。金曜だからかな。うん。みんな飲むからまず。みんな飲んだ後に行くのかな。むしろ。はい、ということで、まだですね、時間が結構2時間ぐらい余ったので、猛毒店というところにこれから行きます。室内の暗所テストにもなると思うので、これからちょっとそこに向かおうとしております。
全然動かない、うん、疲れてんだわ。疲れちゃった。くれる毒を持つ生物たちがいっぱいいる。やばいね。これは毒レベルが3つ。毒うつぼ、こいつが毒うつぼ。わ、こいつやばいよ。毒レベルが5つ。花見のカサゴってやつ。わ、これやばいね。うわ、激痛なのに刺されて自分の指を切り落としたくなる。マジで、うん、こいつずっとなんか斜め向いてるけどすごい毒を持ってるんだ ね。 ね、あっちにもいるわ。これは普通に可愛いけどねファイヤーサラマンダー、これは強そうな名前してるけど、うん、はい、ということでここからはですね、 DJI オズモポケットと RX02 の画質を比較しながらですね、ちょっと夜景を、チェックしていこうと思います。こちらが DJI オズモポケットで、こちらが RX02 ですね。やっぱりさすがのこのジンバルのね、安定感はすごいな、歩いてる時の。まあさすがにあの手ぶれはですね、あの DJI オズモポケットについてはほぼないということで、やっぱ歩き撮りをしてるときはあのオズモポケットがねかなり優秀ということがわかるという結果になってますね、うん、ただまあこの小さいディスプレイで見る限りそんなに大きな違いあるかって言ったらね、手ぶれが起きてるかどうかぐらいの違いしかわかんないからどっちもちゃんと見れる画質にはなってる。夜でも明るさが結構あるっていうことで、DJI オズモポケットでも全く問題ない画質になっていると思います、まあ、正直な話で言うと、まあ、この辺の、まあ、結構明るい街中の夜を歩いている時の、画質についてはですね、 DJI オズモポケットが勝ってるかなっていうところが強いですね。ただ問題は、やっぱりもっと暗くなった時どうなのかっていうところですね。今歩いているのは、これまだですね、本当の本当の夜じゃないんですよ。はい、でここからですね、車での車載動画になるんですけども、これが RX02 です。でこちらが DJI オズモポケットですね。ちょっとねこの辺に来るとあの街中ほどの明るさがなくなってきてるので、あの明るさで言うと結構 RX02 が勝ってきてるなっていう感じがしますね。ほらこの辺でも左の DJI オズモポケットの方は結構黒つぶれしちゃってるところが出てきてます。それに対して RX02 は結構全体が明るく映ってるというところで、まあ、この辺はやっぱセンサーサイズの差が出てるのかなという気がします。ただちょっと気になるのはこのピントなんですよね。 DJI オズモポケットは割とあの普通にピントがいつも合ってるんですけど、あの RX02 ね、AF はいじってない状態で、まあ、オートフォーカス効かしてる状態なんですけど、なんかちょっとねピントが甘い気がしますね。ちょっとこれはあの設定とかで直せるのかちょっといじってみようかなと思ってます。ただ今のところなんか普通に歩いてる風景とかでもちょっとピント外してるような感じが出ていたりとか、あと自撮りをしてる時とかもなんか若干顔にピントが合ってないような時とかがある気がしてます。なんでその辺をあの設定でなんとか変えれるのかとか、その辺はちょっと今後検証していきたいなと思っております。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですねこの RX02 と DJI オズモポケット、こちらを両方ですね、札幌の夜の街中をこの2つのカメラで歩いてみたりとか、あと帰りのちょっと車載動画を、この2つで撮ってみたりとかしたんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、感想をまとめるとですね、 DJI オズモポケット、やっぱりねあの優秀です。あのジンバルがついてるっていうのは本当に強いなと、改めて思いますね。あの夜とかでもあの本当に全く問題なくね、こうぬるぬるな画質で見やすい動画を作ってくれます。で、あの基本的にあのセンサーが小さいっていうのもありますけど、画面全体にピントが合ってるっていうこともあるので、歩き撮りとかで風景とかを撮っている時にあのピントが外れてるっていう心配がほぼないんですよ、まあ、それに対してこの RX02 こちら1型センサー積んでるので、画質とか暗所の面では間違いなくねこっちの方が強いんですけど、
なんかいまいち今のところAF がちょっとねうまく合わなかったりとかするところがあります。ちょっとAF に任せっきりにして撮ってると意外と確認した時にあれ全然ピント合ってないじゃんみたいな、状態になってることが少しありますね。ちょっとこの辺は私がまだ使い慣れてないっていうところもあるのかもしれないので何とも言えないんですけど、DJI オズモポケットとか GoPro とかって正直買ってきてそのままもう電源入れて録画開始しただけでそれなりの画質を出してくれるんですけど、 RX02 についてはいろいろね自分で細かく設定とか見てってオートに頼りっきりにしないでいろいろ自分に一番合った設定とか見つけて使っていかないとダメかなという感じが、今のところ2日目でしてますね。でも使いこなせるようになったらこっちの方がいい画質で撮れるようになると思っているので、ちょっとこれはね今後もっとねいろいろ細かく見ながら詰めていければなと思ってます。ただ本当初心者で気軽に動画撮りたいとかそういう方についてはですね、意外ともう普通に DJI オズモポケットとか GoPro 7の方が簡単に見やすくて綺麗な画質で動画とかを作ってくれるっていうのは感じました。まあ、やっぱり曲がりなりにもこのソニーの1型センサーを積んでるカメラなんで、普通に今までのように DJI とか GoPro みたいに気軽な感じで撮ろうとすると意外と失敗することがあるんだなっていうのがね今ちょっと感じてます。ということでちょっとこっちはね、自分自身ですねこっち使い慣れていかないと厳しいかなっていうのがちょっと感じてますね。まあ設定とかねこれから細かく見てってもっとしっかり、ね、使いこなせるように私も頑張ろうかなと思います。まあ引き続きこちらの RX02 いろんな他のカメラと比較とかねあと機能の検証とか設定とかいろいろやっていこうと思いますので、よければ高評価ボタンそれからチャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。